あこに向かうんですよね。はい、8時になりました。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ようこそルリの大部屋、著者の本棚、はい、始まりました。4月28日第1回ということで、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ただ初めてでもあるし、うん、いっぱい失敗はあるかもしれないです、はい、温かい目で、ね、温かい目で、はい、クレームはまあいいですけど気にしませんけど、一応温かくしていただければ嬉しいです。ということで、なぜこの番組を始めたかというと、そもそもなんか本を書いていて、うん、他の著者の方ってどんな本を見てどんな本を読んでどんな影響を受けたんだろうかっていうのがすごい気になってたんですよ、うん、で聞いてみようかなと思ったら、どうせならみんなにこう発信できたらいいかなと思ったんですね、うんうん、もう一つはミーハーなんです。おで著者の人に会いたい。でもそれあるよねと思ったんです、うん、はい、でいろんな方に来ていただければいいかなと思ったんです。いい、ね、うん、ということで、まあ、名前をじゃあどうするかと考えたら、うんうん、最初ルリの小部屋にしようかと思ったんですけど、小部屋大部屋だといろんな人がこう来るなっていうイメージで、小部屋ってよくやるけど、うん、大部屋って聞いたことないよね。大部屋だといろんな人が来て、うん、でもここ私が家主みたいな感じにしておいて、うんうん、いろんな方に来ていただく。でその中に、ね、はい、その中にこう本棚があるっていうイメージなんですよ ね、うん、いいね、うん、で後ろにも本を大きく、ね、こうしました。だからここにこの部屋いっぱいにこういろんな方の本の画像が貼れるといいかなという思いです。いいね、うんうん、それで毎週やりたいとは思ったんですが、うん、なかなか毎週だと私きついので、うん、第2月曜日、うん、第2月曜日、あと第4月曜日、第4月曜日の8時、うん、つまり2、4、うんうん、ね、月2回、月2回の8時から9時まで、うん、はい、ということでずっと続けていくという、覚えてくださいね皆さんね、はい、はい、いろんな方に広げてください、うん、拡散希望、拡散希望、はい、でもしこんな人に来てもらいたいっていう希望があれば、どん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 ここにリクエストください、はいはい、できるかどうか分かんないけど、その方が見ているとね、ね、出たいって言ってくださるとすごい嬉しいです。もうね、2人書き込みが来てますよ。あ、嬉しい、こんばんは、ね、箱崎さん名古屋から、箱崎さんありがとうございます。ありがとうございます。ここに書くのかな。あ、いい、書かなくてもいいですよ、はい、あ、はい、もう一人、鳥海さん、あのね、小児科の先生ですよね、千葉のね、はい、はい、お、名前書いてくださってます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、愛知県から応援してる、ね、すごい、ありがとう、ありがとうございます。春日井川ね、春日井川なんですよ、この方で、春日井川っていうその地元の、はい、ゆるキャラじゃないですよ、あれは、うん、何、キャラクターね、キャラクター、うん、で一生懸命頑張ってるんですよ。あ、そうなんですか、ね、ごめんね、説明した。キャラクター大好きなんですよ。本当ですか、はい、あ、実道さん、ありがとうございます。はじめまして、実道さんもね、僕の自分 TV セミナーとかね、はい、出てくださってね、始めてくださいね、実道さんもね、ありがとうございます。ぜひ始めてください。私も始められましたし、ね、とね、何か準備をすごくしたわけじゃないんですよ、いきなり、あれなんですよ、沖本さんはね、僕がやってるその自分 TV っていうこのユーストリームのね、はい、個人テレビ局自分 TV っていうセミナーに出てくださったんですけども、はい、それでまあ今回ね、こうやって第1回目ということも、はい、この始めるってことがね、本当素晴らしいです。なかなかね、ここまで行く方いらっしゃらないですからね。いや、とりあえず何かやればなんとかなるだろうと。でもね、話をさっき聞いたらもう走りでね、動画結構いろいろやってた。そうなんです、本当は。ここら辺の話もね、おいおいこれからいろんな回でね、はい、話してもらうと面白いと思いますよ。動画でキャンペーンをいろいろこうやってやる、ね、そうなんです。走りすぎて、最初に、最初に走りすぎて、誰もいないという。いや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 、これはでもね、だって、それ経験したってことがね、素晴らしいと思います。今度はこの番組から、ルーリーのお部屋。で、なんでルーリーなの、うん、これはですね、私の著者仲間で、ガーリーっていう人がいるんですよ。ガーリー、ガーリー。イガリさん、ご存じないですか。あ、知ってます。はい、存じております。下半身の、はい、日の出ウォーキングの、はい、あの方がなんかガーリーって私を呼んでいるうちに、彼も私のことルーリーっていう
いいね、ルーリーってね。ということでルーリーにしたんですね。うん、ただここからルーリーってあんまり出てこないな。そう、でもこれはガーリーが名付けてくださって、ね、はい、ルーリーのお部屋。ただ入力がめんどくさいんですよ、あのこう、あ、そうそう、からこれね、ゴロがね、からがね、ルからリからってやるんですよ。そうするとからってひらがなが入ってだからもう ルーでルーリーで登録しちゃってもいいね。そうですね。ね、自分の沖本瑠璃子はいつも登録してるんですけどね。だからそれと同じようにね。そうですね。うん、そうします。ね、なのでルーリという名前をつけました、はい、あの徹子の部屋とちょっと似てるように。ああ、なるほどなるほど、ね、今聞いて思ったけど全然そんな風に思わなかった。面白いよ、大部屋ってつくと。大部屋なんですよ、うん、で著者の本だな、ね、そうなんですよね、うん、著者を呼ぶっていう一つ番組作りたいなと思ったので著者の本だ。これは何、最初に自分の紹介とかするの？本のですか？あ、じゃあどういう人かっていう、だって初めて見た人は。ああ、自己紹介します、これから。あ、これからね。そうですね、はい、自己紹介するんですよ、あの、はい、一応スケジュール あるなら、ごめん、20時から25分の間。あなたは何者？あ、そのあなたの何者は、まあ、この辺を2人の何者同士が。そうかそうか、あ、その後に自分のそうなんです、ね、あ、はい、まず最初に私があの8時から本当8時5分までの間に自分の自己紹介をして、うん、その次にあなたは何者ですか、ごめんごめん、ちゃんとね。そうなんです、あの、なんで向こう見てるかっていうとあっちにホワイトボードがあってそれちゃんとねびっしり書いてあるの。 すごいよね、はい、僕あんなことしないもん、すごいわ。一応ですね、仕事上を時間表を作ってで、こんな風にして会議するんですよってやってるから。さすがだよね。こういうのも一つの会議かなという意味。あれでもいいね。あ、じゃあ進めてください。はい、はい、まあでも緩いんですけどね。はい、はい、ということで、うん、名前が私あのなんていうか、まあ、ルーリーって言ってるからそれにちなんだ名前なんですけれども、うん、名前が沖本瑠璃子と言いまして、うんうん、実はこの沖本っていう名前30冊の本を一生涯に出すっていう名前、うん、イメージできます？横に三十、うん、ポン三十本って書くんですよ。ああ。でゼロ、三十のゼロに縦棒一本入れると沖になるんですよ。私ここにホワイトボード持ってきときよかった。書いちゃおうかな。いい。書いて書いて書いて。それちょっと大事じゃない？大事大事。分かった皆さん今の。分かってない。僕もちょっとああって言いつつちょっとよくわかんないな。はい、なのでね、30冊の本、はい、ね、見ますか、うん、30冊の本を一生涯で出す、うん、ああこう、そうかそうかそうかという使命なんだということに2年前に気づいたんですよ。すごい、名前をずっと見ていて、でも出せない。え、なんで？あ、でも1年、2年に1冊だとしても2、3、60で60年間あと生きる、うん、60年以上生きるのでいいかなと。これ人の本のあれの裏にそれ、まあまあね、はい、お役に立ててるから大丈夫でしょう、はい、あ、なるほどね、30冊の本を出すと、はい、出すという使命を持った名前の沖本、うんうん、で、瑠璃子と申します、うん、で、普段はですね5分会議を使ってコミュニケーション力を磨くという人材育成、組織の活性化、ちょっと堅げない聞こえるんですけど、うん、をやっている人物です、うんうん、というのが私です。コミュニケーション力を磨く、コミュニケーション力を磨く、うん、っていうのを会議を使ってやってる。会議を使って、はい、っていう、まあ、講師でもありコンサルタント。5分会議って5分会議あれは何なんですか？5分でやるんですよ、会議を終わらせるってこと？そうですね、それもできるんだけれども、うん、まあ、5分会議を使っていろいろとこうスキルアップしたりするっていう研修をやってるんですよ。面白いね。でも高校生だと5分だとちょっと長いので2分会議でやるんですよ。2分でできるんですね。それは何、そのテーマを決めて、はい、決めて議論、うん、やり方があるので、それを私 の、 あのこうやるんですよっていうのをやると、うん、どん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 そこでいろんなスキルアップができるという。面白いですね、はい、楽しくできますので、ね、ぜひそういうねこともちょこちょこ話していってもらえばね、はい、そうですね、うん、知ってるじゃないですか。そうなんです、トリウムさん知ってます。これ読んであげてください、メガネかけてなるほど、さすが5分限りの木本さんです、はい、っていうことは、うん、ありがとうございます。スケジュールのことですよね。スケジュールをちゃんとこう作っているっていうことですよ。はい、ありがとうございます、ね、はいはい、時間表を作りましょうって言ってる私は時間表を作ってないとね。そうか、はい、なるほど。
かといって普段じゃあのいつもそんなにキチキチしてるのかというと、これ大きな間違いなんですめちゃめちゃダラダラ人間なので、あのきちんとしとかないとダラダラがずっと続くってことです。なるほど、はい、だからこそきっちりとやらないと、その時だけはちゃんとしとかないとえらいことになってしまいます、ね、だって24時間喋りっぱなしかもしれないですだからキャンペーンは48時間キャンペーンで十分よね、本当にね。で今まで本は何冊出されてるんですか？今まではですね、国内だと3冊で、はい、海外で1冊すごい。でもう1冊が5月か6月頭に出るっていう、出た今悲惨な状態で、で今ねすごい、追い込みというかハードというかねゴールデンウィークじゃなくてハードウィーク、そうなんです、ね、ハードウィークと言います。今もうすごいんですよ。だから今日のユーストも本当にね、その中でもう予定があるからやんなきゃということで、ね、もうビッチ そこの中でもやるってことは素晴らしい、ね、まあね、皆さんに告知もしているし、うんね、ゲストに来ていただくのにね、いえいえいえとんでもないです、もう本当に ね、はい、そんな私が、はい、まあ、ずっとこれから第2、第4月曜日8時から、夜8時から全集合夜8時から全集合なんか懐かしいフレーズが出てきて、昔テレビで 見たんじゃなくって、なんていうの、動画じゃないわ、 DVD とかで見たっていうことで、はい、そういう言わないとね、はい、うん、ね、ということです。なるほど、はい、じゃあ今日はゲストということで、はい、水越さんにお越しいただいたわけですが、うん、あの私があれこれ説明するよりも、説明のご紹介するよりも自己紹介していただいた方がいいかなと思いまして、はい、ぜひお願いします。はい、皆さんあれこれ音と調子大丈夫ですか？皆さん届いてます？あの音きれいに届いてますかね？そこら辺もうちょっと音きれいですよとか、音もうちょっと大きい方がいいですよとかね、きれいに届いてますよとちょっとコメント皆さんいただけるとありがたいかなと思いますけどね、はい、嬉しいです。はい、私ですね、水越博之と申しまして、会社自体は大正10年創業、うん、大正10年すごいですね。でもうあと、6、7年で100年ということで、私3代目なんですよ、印刷会社ね。優秀ある。いやいやいや、もう社長が変わるたびにどんどん規模が小さくなってくるというね、そういう会社ですけども、今私3代目なんですよ。すごい。で、まあ、3代目になって、うん、実はその印刷機械も全部会社から出しちゃって、うん、でもうこれからもどんどんそういう細分化されてね、はい、うん、専門的なことを印刷の中でもこうやっていく会社が増えていくだろうということで、はい、全部抱えちゃうも、特に東京なんかはね、うん、大変だよっていうような、はい、僕は思いになったので、もう印刷機械全部出しちゃいまして、今はもうパソコンだけ、はい、あともうカラープリンターとかそういうものだけで、データを作って、まあ、デザイン的なもんですよね、うん、それでお客さんとやり取りして、うん、もうそこが一番大事だと思うんで、うん、今ねもうとにかく機械が良くなってますから、うん、もう本当にどこで出しても大体同じものが仕上がってくるんで、まあ、デザインをしてね、それでデータを送って印刷してもらうっていうやり方をやってるんですけども、はい、4年前に、私、5年前か、はい、平野智明さんっていうね、はい、メルマガコンサルタント、はい、あの方のところの、うん、ビジネスメールのインストラクターに、インストラクター、はい、そうなんですよ。ビジネスメール全然違う仕事のような気がするんですけど。全然違いますね、はい、でもね実はそこつながりがあって、うん、私がそれで印刷会社で印刷機械を出したじゃないですか、うん、でそうすると、うん、パソコンでデザインをやると、うんうんうん、そうするともう、はい、そこにずっと張り付いてやるので、はい、お客さんとか、他の仕事仲間とかと連絡っていうのは、うんうんうん、メールなんですよ、ほとんど。その頃はね。でもメールを、はい、で今まで以上にメールのやり取りが増えてて、うん、もう1日に本当200通、300通のが来てたんですよ、メールが、はい、で。そうすると、うん、効率化のためにメールをやり始めたんだけど、うん、添付 しますって言いながら添付がついてなかったりとか。はい、よくありますね。で、内容が全然よくわからない、はい。打ち合わせしますって言うと、いつやるのみたいな、こう、うん、やり取りがもう頻繁に多かったりとか、はい、とにかくそういうことが多くて、うん、全然効率的にならないよと。うん、おかしいな、おかしいなと思ってた時に、平野智明さんがビジネスメールの講座をやってました。あ、ちょっとこれ受けてみたら面白いんじゃないかなって、うん、はい、でその頃僕実はそのメールをね、さっき言ったように200通300通やり取りしてましたから、うんうんうん、メールのやり取りには自信があったわけですよ、うんうん、ほうほうほう、それだけやってたから自信がね、はい、だからちょっと 上から目線で、まあ、ちょっと聞いてやるかみたいなね、うん、はい、でなんか間違ったこと言ってやったらちょっと言ってやろうかみたいなね、はい、そんなつもりで、ね、嫌な予客でねもう本当にね、セミナーでそういう人がいるじゃん、ね、たまにいます、います、います、ね、ないなんか文句つけてやろうって、そうそうそう、私も結構そういうタイプかもそれで行ったの、それで2時間半受けたんですよ、はい、そしたら、
もう目から鱗落ちました、ボロ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 、えこんなことだ知らなかった、で知らないことって本当にたくさんあって、なぜかというと、メールって実は教わったりしてないわけですよ。そうですね、なんとなくできちゃってる、で特にあの携帯、最初まず携帯メールからやり始めて、それから仕事でもパソコンでやるよってなると、もうとにかくできちゃってるから、そうですね、もう、何も教わることないみたいな感じで、でも実はそこで顔の見えない相手とのやり取りの中で、あのお互い嫌な思いをしてたりとか、非常に非効率的なことをしてるってことをそこで知って、これを広めたいと思って、そこでちょうどですね、ビジネスメールのインストラクター養成講座っていうのを始めたばっかりの、その1期生、それを受けたんですよ。でそれでまあ受かりまして、それでそれが2009年の10月だったんですよ。でいきなりですね、そこからこれのノウハウはね、もう自信があったわけ、とにかくたくさんの人に伝えたいと思って、セミナーやったことないんですよ、1回も、もうこれからやるぞということで、もうあの認定試験受けて、それからもすぐに、地元、私小金井なんですけど、その公の会議場をですね、毎週4回いきなり会場を取ったんですよ。1週間に4回あ、違う月に4回、毎週1回、4回、毎週1回、でしかもセミナー全然やったことなくて、とにかくいいことだから絶対人来るだろうと思ってね、取ったの会場予約を。でまあ皆さん大体これはお分かりのように、最初のうちは、あの周りの友達とかね、知り合いがね、俺ねインストラクターになったんだよ、でメールで絶対いい話するから来てよって、いろいろこうやって、で最初は20人定員でもう満席、1週目、すごい、これはいいぞと、でまたいろいろ誘ったり、親戚身内ねメールやらないようなおじさんおばさんとかも誘ったりして、でその2週目が15人ぐらい、ね、で3週目、5人になったんですよ、もうそろそろいなくなってきてね知り合いもいなくなってきて、4週目、ついに1人になっちゃったわけです。普通は少ないところからだんだん増えていくっていうのをなんか聞くんですけどね、だん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 減ってきて、最初1人で、そこで初めて、これはやどうしたらいいんだろうと、集客しなきゃってことでブログ、そこからです、ツイッターやり始めて、まあ、フェイスブックもやる、でそれから徐々にあのお客さん、あの参加者が増えてきたんですけども、やっぱりあのソーシャルメディアをやるうちに、これソーシャルメディアを使って どうにかしたいということで、ソーシャルメディアのそれからセミナーもするようになって、でそこから2010年の5月に、面白いのがあるよって聞いたのがユーストリーム、今これやってるね、ユーストリーム動画で、あこれは僕動画好きでしたから、これは僕がもうとにかくやらなきゃ使命感みたいなのがあって、とにかく分かんないけどやっちゃおうということで、第1回目の僕がユーストリーム番組メディカスというのをですね、2010年の5月から始めました。そうなんですか、で、これずっといいですか、もういいですよ、なんかまだ大丈夫、ま、でその時に何が起こったかというと、僕それまでブログやってました、フェイスブックもやり始めました、ツイッターもやってました、でそこでどういうことをやったかというと、セミナー、僕ビジネスメールのセミナーやってましたから、セミナーで、これからやりますよ、やりました報告、で、ビジネスメールのチップスみたいなものを、まあブログに書いてたんですけども、あのある出版社の方がそれを、ある日メールが来た、出版社からね、あの水越さんの、あ今度うちの方でそのメールの企画があるので、水越さんちょっと打ち合わせしたいんですけども、一度お会いできますでしょうかっていうメールが来たわけですよ、なんとか出版社って、で僕実は本を出してみたいなって思うのはあったけれども、あったけど本を出す人はもう特別な人だと思ってたんです。ああ一緒一緒思ってました。なんか有名になって売れたすごい人、それでね200ページなんて絶対書けないと思ってたから思いますね、思ったでしょ、思いました。あんなの特別な人のやるもんだと、本を出したいけれども、あれはもう特別な人だと、全然そういう思いだったんですよ。で実はその平野智明さんのところも私インストラクターになったんですけど、平野智明さんってもう結構たくさん本を出されてたの、そうですね、でそういう初めてその著者の人と身近に接するようになって、あもしかしたら僕も出せるかもしれないっていう思いがちょっと出てきたんですよ、その実際の著者の人と話をしてるうちに、なんか身近に、そう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 感じでね、ちょうどそういう時に、その出版社からメールが来たわけです、でも、僕みたいな名もない人のところにね、そんな出してくれっておかしいと、これ会った時に、いきなりお金をね請求されたりとか、いくらぐらいかかりますとか、絶対そうだからと、でうちの
妻もそれを見たらやめた方がいいわよって騙されてる、ね、騙されてる、お金だけ取っていくからね。そうそう、でやめようと思ったの、はい、でもその前にちょっと平野さんに相談しようと思って、はい、平野さん何冊も出してる、うんうん、で平野さんに相談したら、うん、何言ってるんですよ、うん、それは同文館出版、うん、はい、ね、うん、もう誰でも知っても有名ですよ、うんうん、だから実はその出された人の名前も存じてたからね、うんうん、はい、平野あった方がいいよって言って、うん、ああそうなんだと思ってお会いしたんですよ、はい、そしたら実はその、そういうメール、あのメールの講師っていうことで検索をかけてたら水越さんと当たったと、うん、で水越さんのブログを書いてる、はい、でブログ見てまあ文章をかけてる、うん、でまあそういうの実際見て、うん、実際セミナーやってる人っていうことが分かったわけですよね、はい、ええええ、でまあユーストリーム もうアーカイブ見たらまあ、うん、こいつは大丈夫そうだろうと、うん、思ったらしくて、まあ、それでメールをねいただいたということ で、そうなんですか。そういう僕がね本を出すきっかけがあったんですよ、ね、なるほどね、それがそうこちらにあります。こちらですね、ビジネスで好印象を与えるメールの7つの決まり事ということで、うん、はい、初めて出した本が同文館出版さんですね、出させていただきました。ということはユーストをやっててよかったですね。よかったですね、もうソーシャルメディアやっててよかったですね、ということで、まあ、やっぱりその時感じたのは、はい、やっぱりこれからは露出しないといけないなと。そうですね、露出が一番ですね、これからの時代は、うん、そうそう、メディアを使ってね、やっぱり、はい、だって知ってもらわないといけないわけですからね。そうなんですね、どんなに素晴らしいものでも埋もれていたらダメなんですよね、うん、見てますって書いてくださって、ね、ありがとうございます。あ、皆さんがね、ちょっと待って、いや、あ、下の方にね、映像大丈夫です、うん、ありがとうございます。あ、ん、何、鳥海さんも先生もぜひ、あ、はい、ぜひ出てください ね、はい、著者さんみんな出てるんですよ、ね、はい、あ、届いてます、大丈夫です、ありがとうございます。よかった、あ、この方は綺麗に写ってるかどうか違うか、これは見てます、あやぼ、あやびょん、どなたでしょうね、びょん、あやびょんびょんさん、ね、お名前書いていただけると、あやこさん、あやこさんかな、これね、多分ユーストリームの自分で名前をやってると思うんですね、ちょっと分かるね、お名前書いていただけるとね、分かると思いますね、出口さんかな、かな、ね、ありがとうございます。ビュンビュンさんね、ありがとうございます。そう、どんどん書いていただけるとなんか、皆さんどんどんコメントしてください。いいね、これがね、はい、コメントしていただくとそれでね盛り上がるんですよ、やっぱり。そうなんですよ、うん、で僕たちも嬉しいし。はい、でないと2人だけでなんかうちわで話してるようになってくるんですよね。ありがとうございますね。お名前ね、あ、書いていただくともうお名前でも、はい、こちらが読み上げますからね、はい、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。で今どこまで行ったかというと、そう、それで本を出した。これね、ビジネス。でこれがきっかけで出せたんですよね。でこの時出す時に。うん、さっきもお話ししましたけども、うん、もう特別な人が出すものだと思ったし、うね、どうやって出すかも分かんなかった。ああ、ね、原稿も分かんない。うん、で、まあ、とりあえず書いて、うん、で2010年のそれで5月にお話しいただいて、うん、はい、まあ、どんどん書いて、出していったんですよ。分かんないけど、ワードで作って、うん、どん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 、ね、まあ、7章立てっていうことは決まったんですけど、うんうん、どんどん出していったら、全然お返事いただかなかったのね。はい、うん、もしかしたら、これ全然これ原稿ダメダメ原稿なのかなと思って、何にもないから。はい、そしてだって2010年の5月からやって、うん、まあ、送り出したのが6月か7月頃からだったかな、うん、年越したんですよ、ほうほうほう、何も連絡もなくて年越して、うん、で1月になって、うん、ますますこれはダメかもしれないと思って、うん、なんかネガティブになっちゃった、うん、なるほどね、でうちの妻にもね、うん、もうこすごいこう2人で盛り上がって、いや本出せるって言ったのに全然進まなくて、うん、うちの妻にもしかしたらね、今回ダメかもしれない、うん、でもね、2人でね、うん、いい夢見せてもらったよねって喜ぼうよっていうのもね、うんうん、そんな感じで2人で話してて、そしたら1月の、あ、2月になってから電話いただきました、はい、水越さん、ちょっとご相談があるんだけど、うん、ね、うん、出版社から、うん、来たと、うん、ね、こう最後通告かなみたいなね、勝手に思ってそれで、じゃあ打ち合わせ、はい、いついつ行きます、うん、その日が3月11日だったんですよ、うん、あ、そうなんですか、そう、2011年のへえ、で、3月11日に、うんうん、同文館、神保町にある同文館に来ました、うんうんうん、で、打ち合わせが2時からだったんですよ、うん、そうなんだ、うん、で、打ち合わせ、もう僕はもうダメだと思って行ったの、はい、そしたら、うん、その担当のね、部長さんが、うんうん、水越さん、本当申し訳なかったと、うん、ちょっとこちらもバタバタして忙しくてね、うんうんうん、で、ちょっと担当の方、うん、変えるので、はい、それで進めていただきたい、なんだそうだったのかと思って、その時に変わったのが、うん、まあ、津川さんっていうね、はい、編集者の、ええ、でその方とちょっと話しただけで、うん、じゃあ5月にいたしましょう、うん、
もうどんどん話が決まってて、うんうん、水子さんこれじゃ足りないからどんどん加出してくださいって言って、うんうんうん、分かりましたって言って、はい、やった決まったんだと思って、うん、もうダメだと思ってたら、うん、実は決まったんだやったと思って、うんうん、そこの出版社出たのが、40分ぐらいだったんですよ。それで、うん、駅へ向かってる大通り出た瞬間に来たわけですよ、うん、地震か、あのね、あの大地震がで、もうすごい揺れて、うんうんうん、で実はそれで、うん、まあもう実はお茶の水から僕は歩いて帰っちゃったんですよ。6時間かけて家までね歩いて帰ったんだけど、うんうん、でもルンルンしながら帰ったみたいな感じ。いやルンルンはさすがにしなかったけどで帰って、いやどうなの不安だったわけ。そうかだってこれで出版できるのかなと思って、はい、決まったのに、ね、決まったのに。そしたらよくあれ何時後かでしたか、原発のあれボンってなってね、結構何日後かでしたよね、はい、であれを見てやっぱりみんな落ち込んだじゃないですか、うんうんうん、もう精神でもそんなことやってる場合じゃないかもしれないみたいな、うんはい、そしたら出版社の津川さんから電話して、はい、原稿どうですか、できましたか、すごいと思って、でもちょっともうちょっと待ってくださいって言って、うんうんまあ、1週間ぐらいしてから、うん、もう一生懸命なんとかそれでも気持ちを奮い立たせて原稿をかけて送って、はいうん、それで出せたんですよ、5月の終わり、うん、じゃあちょうど計画通りに行って、まあ、そういうこと、まあ、この本の中にも、まあ、コラムみたいなので、はい、実はそういうことがありましたってこともちょっと書かせていただきましたけど ね、もうそういうような出るまでのストーリーもすごいですね。そうなんですよ、まあ、それで本当でね、まあ、これビジネスで今週あたりメールのやつは決まり事って、うん、基本的には、うん、メールのことなんですけども、うんうん、今 Facebook もそうですし、はいまあ、LINE もそうです、うん、顔の見えない相手といかにコミュニケーションするか、うんうん、重要ですね。それ、はい、こういうふうにするとダメですよとかね、うん、あのこうした方がいいですよってのはこれ全く同じことです、うん、メールと、うんうん、あのただまあメールの場合はね、うん、あの相手が返さない限り返事を、うんうん、読んだのか届いてるのかっての分かりません、分からない、うん、分からない、うん、だから LINE とか Facebook って既読って出るじゃないですか、うんうん、出る出る、だからまあ読んだことは分かるけど、うん、メールはそれが分からないんですよ。そうですよね、だからメールの場合は皆さんね、メールが届いたら24時間以内にできるだけ、ね、返事をする、うん、受け取りましたぐらいですからね、受け取りましたでいいんですよ、後で返事しましたもいいから、 それでもいいんです、うん、だからあの1週間ほどお待ちいただけますでしょうか、うん、でもいい、重要重要、すぐに出すということがね、はい、メールの場合は不安、不安、届いてない場合も本当にあるんですよね、あるんですよ、あの迷惑メールになってる場合もありますし、相手が誤って削除しちゃう場合もあります、はい、いろんな場合があるので、ただメールが届いたらすぐに返信してあげる、迷い子メールもあるんですよね、2年ぐらいしてピュンとくるのが、そういうのもありますね、やりました、はいはいはい、何これって思ってずっと読んでると、はいはい、3年ぐらい前のイベントのご案内だったんですよ。そんなのあるんだ、で知ってたんですけど私に案内来てなかったんだと思ったら3年ぐらいで来ました。あ、いっぱい来てる、いっぱい来てる、ありがとうございます。わすごいすごい、ね、あ、鳥海さんね、水越さん歴史ありですねって、はい、ありがとうございます。あ、デビさんだ、デビさん、ありがとう、すごい美人なんですよね、スタイルもいいし、今度ね、お会いしましょうね。あ、まだ会ったことないんですね、デビさんとお会いしたことないですね、デビなんですよ。あ、しすいさん、ありがとう、すごい、明日、あ、自分のなんですか、ワーク、あ、ワークか、きっとね、セミナーかな、なのワークセッションかな、あ、準備しながら聞いてくださってるんだ、うん、ありがとう、しずさん、しばらくちょっとお会いしてないですよね、うん、サリちゃん来た、あ、サリさんだ、サリちゃん、どこからかな、海外ですよね、ね、今どこでしたっけ、ね、マレーシアかな、うん、あ、山口さん、沖本さん、水越さん、リーダー、皆様こんばんはということでね、山田さん、さすがメディカスバンドの四男坊ですから。そうですよね。ここの辺も、あ、サリちゃんもね、メディカスバンド、こう言って。そうなんですよね。こう言ってんですもんね。ありがとうございます。あ、LINE の、ま、松浦さん。松浦さん。松浦さん、こんばんは。はい、ありがとう。LINE、ね、の本で、ね、この前あのキャンペーンしたばっかりですよね。もうすごいよね。もう今 LINE はね、LINE の女王と私は呼んでいます。ライン上すごい、ね、あのもう今 LINE はね本当なもう特に若い人なんかそうだけどね、みんなしてるんですよね、びっくりしました、すごい、それでね、まあ、LINE とかでも僕ね、あのよく顔の見えない人のコミュニケーションということで、うんはい、LINE なんかもねやっぱり言葉が足りなくて、うん、あのやっぱりいろんな、ね、トラブルになるんですよね、勘違いとかね、うん、だからいかにねその、うん、文字だけの情報でやり取りする、はいかが情報量の少ない中でやり取りする中でいかにそういうことが起こるかっていうことをね、うんうん、やっぱり知ってほしいですよね、うんうん、ドラマチックですね、トリムさん、あ、それね、ありがとうございます、はい、この方は途中からです、おめでとうございます、ね、ハルソンだ、
はるさん。はるさん。ミラクル女性のさん。ボイスアップの、はい、はい、女性です。著者で。はるさん。はるさん、ありがとう。嬉しいですよ、コメント。本当にね、やっとこうやってコメントしてくれると嬉しい。そうそうそう、ありがとうございます。あ、はるさんね、メールの返信即大切なんですよ。私特になんかね、いろんな方から聞いてたんですけど、うん、メールの返信がないと嫌われてるのかなって思う人多いんですよ。結構みんな落ち込む人、みんな悩んじゃう、はい、私も嫌いなのかなって思うし、ダメならダメでなんか返信、とにかくで、あと受け取れてるのかなとか、ね、それもあるね、怒ってるのかなと思う、ね、そうなんです、いろいろ思うので、とりあえず受け取りましたで、ね、今でいいんですよ。あの Facebook のメッセージとか、うん、LINE も既読になります、うん、で既読になった後に何の返事もない、まあいろいろこれ問題になってるけども、うんうん、まあ、できればね、大人の関係であればそこでちょっとね、何かしらアクションを起こしてもらうとね、うんうんうん、だからあれ、これまずいの食っちゃったのかなとかって結構思っちゃったりするね。そうなんですよね、うん、私もよく思います、ねね、そこら辺はすごいいっぱい、はい、おお、どんどん来てますよ。この方ちょっとわからないですね、うん、こんばんは、SCS758 さん、ありがとうございます、うん、ね、名古屋かな、名古屋っていう意味かな、わかんない、あーなるほどありがとうございます。じゃあ その、うん、ま、自分でこういう本を書けるよう、書けるというか書くきっかけがあって、うん、でね、この時僕、いいね、まあ、最初の本のね、出された時って、はい、うん、やっぱ本出したいと思って出したの。そうですね、出したいと思って、まあ、なんかセミナー行ったりとか、まあ、コーディネーターの方とかいろいろ関わりつつ、全然そういうことはなかったんですよ、うんうんうん、で、いろんなとこうろうろはしてたんですけど、結局私もホームページを、うん、見てっていう声掛けだったんですよ、出版社から、はい、しかも私の場合お手紙が来たんですよ。手紙、手紙ですよ、この時代に。アナログな。しかも手書きで和紙っていうほどでもないんだけど、それに近いような縦書きで、ね、すごい。だから最初は、うん、最初なんか出版ってやると、ああどうせあの自費出版でお金取られるのかなと思ったんですけど、うん、思いました、ね、へーへー、結構そういうのはよくなんかいっぱい DM できてましたから ね、うん、ね、うん、でふーんとかって思って見てたら、本当にあの書いてほしいみたい な熱い思いで、しかも封筒が会社の封筒じゃないんですよ、うん、本当のあの便箋と封筒みたいな、それでちょっと感動しましたね、うん、というところですね。で僕、まあ、1冊目の本だ、うん、出す時に、うん、いつもこう休みの日とかは、はい、家族でちょっと駅前の方に食事に行ったりとかするんですよ、うん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 、でその時に、うん、ビルの上に食事するとかって、その下を降りると、はい、本屋さんがあるんで、はい、で必ずそこの本屋さんによって、うんうん、ビジネス書のとこ行って、うんうん、まあ、多分やってる人多いと思うんだけど、はい、そのビジネス書のとこってこうずっと立って平積みされてる、うんうん、自分の本がそこに流れる、はい、イメージをこうずっとね、絶対にここに俺の本を出してみせるってイメージを、うんうん、もうだから立ち読みは何もしないでただこうやって見てるだけだ、まあ、本屋さん非常に怪しいと思ったと思う、ね、もうそれをイメージしたわけ、ね、うん、まあ、だから その間ずいぶん長かったんだけど、うん、本当にダメかなと思ったら、うん、まあ、出せた、うんうん、で実際本が自分の本が、うんうん、その平積みされてる時のあの感動、わかりますね、もう本当に嬉しかったね、ですね、しかもそれを誰かが買うシーンを見た日にはもう知り合いじゃない、全然本当に知らない人が、分かる、逆にふっと手に取ってふっと去っていかれるとめっちゃ悲しい、そう買え買え、ね、私ここみたいな、本当平積みとかメンチンはいいんだけども、うんうん、あの棚差しとかになってるとたまにこう自分でこうやってねやっちゃったりしたりすることもあり、であとはね地方行った時に、うん、本屋さん行った時に自分の本が置いてあると、うん、あ、そう嬉しいんだよね、はい、そうなんですよね、知り合いの本がいっぱい並んでるの私だけないっていうと悲しいんですけどね、うん、そのこと最近よく多いんでね、これ本当これはちょっと頑張りたいなと思いますけどね、そうですよね、はい、あすごい、またみんな顔出ししていない、あ宮川さん、はるさん、はい、顔出ししてなかったんです、わかりました、ありがとうございますね、あ出版企画書書きながら聞いてます、勉強になります、あどの方ですかこの方、はい、さっきまであの綾瀬、はい、はいはいはい、出口さんですね、ビョンビョンさんね、はい、あ出口さんね、はい、
お手紙出版以来、さっきの出版以来ですかね。サリさんありがとう。あとピンポンだって名古屋。お、ね、名古屋なんだ。名古屋からありがとうございます。ありがとうございます。だから本当にね、あのこういう、まあ、それぞれ本を出される方って、うん、多分ね、いろんなドラマチックなことあるんですよ。多分いろんなドラマ。これからね、聞いていくんです。ゲスト。はい。もうね、かなり先まで予約されてますけど、そうそうそう、楽しみですよね、はい。特に本を出されたい方はね。はい、いいですよね。はい、いろんなあのヒントになることいっぱいだと思うんですよ。本当でもね、特別な、うん、本当に特別な人だと思ってたら、それが自分が出せるっていうのはね。そう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 、文章もこんなに書けないから、私はいっぱい漫画でも入れてもらえませんかって言ったんですよ。文字こんなに書けないので、はいはい、で私はひらがないっぱい使ったんですよ。漢字だとあの、ね、短いからいっぱいひらがなを入れたら結構ひらがなのまま出てましたね。あ、そうなんだ。へ、逆にそれが良かったみたいです。そうやってなんていう、うんうん、できるだけ難しくしなくて優しくっていうのがいいらしいんですね、うんうんうん、私にぴったりじゃん。なるほどね。私も平積みイメージした。サリちゃん、そうですよ ね、 本当。私なんかもイメージはね、イメージやっぱり妄想ですよ。そうそうそう、あのやっぱり思考は現実化するじゃないけどね、はい、やっぱりそういうのう、ね、すごく僕もね、あとお風呂の中でね、うん、こう湯船使いながら本を出してみんながこれ、うん、読んでくれてるイメージとかね、うんうんうん、なんかそういうのもやりましたけども ね、 ね、思います、ね。じゃあそんな水越さんが本当にすごく影響を受けた本、うん、人生で影響を受けたというのか、うん、なんかそういう影響を受けた本っていうのはどんな、影響を受けた本、うん、まあ、僕自分が本を出すってのはもう、うん、本当に今ね53なんですよ。でとにかく本を出した、うん、まあ、49だったのかな、うん、でまあ、実際出たのは50になったけどな、はい、だから、うん、あの例えばそれからユーストリーム番組出てね、うんうんうん、いろんな方に会うっていう夢も叶って、うんうんうん、大体50過ぎてからがほとんど夢があってるんですよ。だからね、皆さん本当これからどんどんね、うん、夢叶いますからね、うん、で僕がまあこのメディカツというユーストリーム番組を今配信して、はい、うん、今年の5月で200回、うん、200回ですよね、4年間で200回になりますよね、うん、申し込みました。そうそう、ぜひ来てください、はい、ね、メディカツのパーティーもやりますけど、まあその200回やったっていうことでね、いろんな夢も叶いました、はい、でそのこういうふうに動画を配信するっていうのは実はですね、うん、僕その昔から興味があったんですよ。僕 Mac 使ってるんですけども、うん、iMac っていうのが出たじゃないですか、はい、ボンダインブルーが最初出て、うんうんうん、それからいろんなカラフルな、ね、うん、Mac が出た。持ってましたよ。持ってたでしょ。iMac 最初に出た時に、うん、あのボンダインブルーの、うん、あれでね、動画を編集したり、うん、その動画を配信したりっていうのをいろいろ実験とかでやってたわけです、うんうんうん、はい、でその時に、うん、このね、インターネットストリーミングブックっていうのがこれあるんですけども、これがね、出されたのが2000年なんですね。2000年に出された。2000年に、うん、でこの頃はね、もう本当アナログ回線、電話回線はね、アナログ回線、すごい音が、はい、もう電話線、いわゆる電話線、うんうん、はい、あれでインターネットでもう文字とか見るんだったらあれだけど、うんうん、動画なんかもう持ってのほか、そうでしょうね、書く書く書くですでしょうね。で動画をダウンロードするなんてことは何十分何時間待つんだみたいなね。そうですね。じゃあ夜中の11時過ぎからやってたんじゃないですか。そうなんですよ。あのテレ放題みたいな。そうそう、あでもね、 もっとその前だから、もうない時ですか。ない時ですよ。じゃあ相当電話料金かかってません。だからできるだけそういうのはもう、あの本当に1ヶ月に1回はね、もうだからで、うん、その時にそういう動画を、うん、配信したいっていう思いがね、自分で作って編集して、うん、その動画をたくさんの人に見てもらいたいっていうのは、うん、やっぱり夢だったんですよね、うん、でそれでこのインターネットストリーミングブックっていうのはこの、リアルプレイヤーだとか、うん、Windows とか Mac、うん、それぞれでこうやるとできるよっていうことがね、こう網羅されてるんです、うん、もうこれをむさぶるように読んで、うん、その動画を配信をね、だからいろんな自分が、作ったカメラで撮って編集、うん、もうとにかく時間がかかるですよ、ね、その頃のパソコンなんていうのは、うんうんうん、でそれを動画配信するっていうのを、はい、実はその頃からやってまして、そんな昔から そうなんですよ。で実はこのその本をね、うん、このもう本当に影響を受けたんですよね、インターネットストリーミングブックっていうのをね、すごい、これでやってたんですね。で未だに大切に撮ってるっていうのもすごいですね。そうなんですよ。だからまあその頃こういうことをやってたっていうことが、うん、まあそのユーストリーム知って、うんうんうん、あこれはできる、はい、うん、あのリアルタイムでコミュニケーション取れて動画配信できるっていう、もう喜びもあって、うんうん、で始めたんですけどね。本当に影響すごいですね。そうなんですよ。
だからこの本はね本当に未だに取って、取っている、もう技術的にはもう古い、もう本当に古くなっちゃってますけどね、昔のでね、取ってありますね、はい、そうなんですか、はい、すごいな。じゃあ本当に人生をこう変えた、影響を受けた、影響を受けた本なんですよ。あ、サリーさんからひらがなは柔らかく感じますよね。あ、そう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 、うん、ね、でサリーさんのカタカナも可愛い。あ、サリーね、これ本名だよね、サリーちゃんね。そうなんですよね、私最初芸名かと思ってました。ああ、みんな思うよねそれで、そうそう、でこの僕がユース、うん、まあ、これに影響を受けてユーストリーム始めようと思って、2010年の5月からユーストリーム番組メディカツっていうのを始めたんですよ、はい、うん、でその時のメディカツのゲストを毎回呼んで対談するんだけども、うん、はい、その時のゲストのうち音楽好きな仲間4人と作ったバンドがメディカツバンドということで、そのうちの今日もコメントしてくれてる金道サリーさん、山口拓郎さん、あとは、向井邦夫さんっていうね、うん、サロン、小さなサロンの作り方、はい、いつまでもお客様通いたくなる、うん、もう14釣り、ね、そうですよね、すごいですよね、あの向井さん。であとは、田村さんっていうね、ミュージシャン、はい、作曲家のことは、スマップなんかの曲を提供して、うん、でそのメンバーでメディカスバンドを作って、うん、はい、まあ、CD を出して、うんうん、すごかったですね、あのキャンペーンも。もうね、本当にね、それぞれがみんな20代の頃に、うんうん、夢を持ってね、ってミュージシャンになりたかった、はい、CD 出したかったって夢を持ってたんだけども、うん、実は叶わず、みんなそれぞれの仕事についたけども、はい、このメディカスバンドでそれが叶ったということで、うん、すごい、そういうストーリーを、ね、みんなで叶えようとまたこう、ね、盛り上がってるのすごいですよね。そういうストーリーをね、その Facebook とかいろんなところで拡散したら、まあ、みんなが本当に喜んでくれて、うん、まあ、買ってくれましてね、うん、あの Amazon キャンペーンっていうのをね、うん、まあ、本でやる、皆さんやるけど、うん、CD でやった、はい、CD で2日間やったんですけどね、なんと2日間で J-POP 部門6位と、うん、6位ですよ皆さん、すごいですよね、6位と言ってもね、1位が山下達郎さん2位、3位が AKB さん、4位が Perfume さん、5位がスキマスイッチさん、それなのに6位がメディカツバンド、すごいわ、まあ、これがね本当にあの、まあ、みんなで楽しくね、うん、本当にワイワイやったんですけども、うんうん、なんかそのこういう僕はまあメディアをね、うん、あの自分 TV って今言ってますけど、はい、こういうメディアを持つことによって、うん、そういういろんな企画が作れますよって、うん、いろんな楽しいことができますよっていうことでね、はい、皆さんにこうビジネスで使いましょうっていうことでセミナーやって、うん、まあ、今回それでね、沖本さんこう自分 TV の、うん、ルーリーの大部屋、ね、そちらの本棚を始めたということで、はい、本当に頑張ってもらえて、もう例えば沖本さんはとにかくね、人脈ありますからね、いろんなね、僕も楽しみだもん、だってこれから出られる方、著者の方、いろんな方に、知らない人も、もちろん会ったこともない方もいらっしゃいますけどね、うん、ご紹介、ご紹介でね、うんうん、名前って変えられるんですかね、もう遅いかな、あ、これね、あの今ちょっとお教えしましょう、うん、ね、このコメントを打つとこあるでしょ、コメント入力するとこ、うん、そこちょっとクリックしてもらうと、うん、左側に三角、黒い三角があると思うんですよ、うんうん、はい、でそれをクリックしてもらうと、うん、そこにね、Facebook とか Twitter とかのアイコンを選ぶようになってますから、うんうん、まあこれね、ログインしてないとできないんで、これをちょっと選んでもらうと、うん、Facebook の名前と顔になったり、Twitter の ID とか顔になったりするので、それで変えることができますからね。うん、はい、そうなんだ。なるほど。はい。で、うん、まあでも、セミナーに参加させていただいたおかげで、ますますやろうっていう気に。やろうと思ってたけど、なんかこうね、思いながらでずっとあるんですよ。でもそのユーストは知ってたわけでしょ。知ってました、もちろん出たこともあるし、うん、ああそうそう、はい、似たような機能でやったこともあるし、うん、ちょっと触ったこともあるんですよね、うんうんうん、だけどどうしようかなとか、例えば固定で、うん、いつも何曜日の何時っていうのが厳しいかなと、仕事上でと思ってたんですね、うんうん、でもまあやろうって決めて、うん、せっかくの人生なので楽しく、後悔ないように、うん、あの死ななきゃいいやっていうとりあえずやろうっていう。でもね、あの、まあ、走るんですよいつも。特にね、もうこう著者さんというか、うん、本を出されてるような方は、うん、こういうメディアをね、いろいろ使われるという、うん、特にこれ動画で、しかもこうやってリアルタイムでコミュニケーション取れるじゃないですか、はい、そうなんですよね、書いてくださるからね、うん、こう、これが面白いところだから、こういうのはね、どんどん使った方がね、うん、僕はいいと思います、いいですよね、ただ、ね、続けていくっていうのはもうどんなビジネスもそうですけども、継続がね、うん、やっぱりこれはね大変ですよ、はい、ね、そうですね、頑張ってほしいなと思います、ね、でもその継続すごいですね、番組が、いやね、ありがたいことにね、まあ
75回目の時に、うん、はい、僕が長年憧れていたおもちゃの鑑定士の北原照人さん、うん、ね、うん、何でも鑑定団のおもちゃ、うん、あの方に出ていただいたんです、はい、まあ、いろいろそれまでオファーをしてね、うんうん、もう熱い思いをぶつけて出ていただいて、ね、はい、まあ、うん、そこでねかなりステージが上がったというかね、ますますやろうやろうと思ったし、いろんな人脈もやっぱり増えてったっていうのが ね、うん、あって、だからそういう、うん、あ、これ会いたい人にここで会えるんだと思って、それから、まあ、元巨人軍の篠塚選手とか、うん、あとはシンガーソングライターの、ね、うん、杉正道さん、はい、ウイスキーお好きでしょとかね、うん、作ってるシンガーソングライターの杉正道さん、うん、僕ずっと好きだったんですよ、うん、あとはまあ歌手の岩崎宏美さん、うん、はい、すごいですね、デビュー当時から僕大好きだったの、うん、その方々に、ね、出ていただくことができて、うん、最高に幸せでしたよね、すごいなでもね、それがやっぱりできるんですよ、こういうメディアを持ってると、うん、継続することなんでしょうね、そうね、うん、うん、何、著者名を途中で、あ、著者名ね、え、著者名、あ、そういうことね、著者名いるのかな、いるかもしれないですよね、なんかあの、聞いた話だと、例えばビジネス本を書くときのペンネームじゃないや、ん、な、何ネームっていうんだっけ、ペンネームじゃない、ペンネームっていうんだっけ、著者名、著者名、ペンネーム、うん、で、うん、全然違う分野を出したいからって名前を変えられた人っていうのは聞いたことありますよ、へえ、そうなんですか、はい、あの歌手っていうかのシンガーソングライターの方でもいらっしゃいますよね、そうそう、あとは例えばその作詞とか作曲でね、うん、そう、名前を変えるとかね、そう、いつもはこうすごく自分で売っているあの芸名だったり本名だったりするのが誰かに詞を提供するとか音楽を提供するのに違う名前を使われてるっていうのはあるかもしれないですね、なるほど、でもまああとは著者名途中で変える人もいるかもしれないですね、分かんないですけど ね、ちょっとそれは分かんない、結婚して名前変わったからって変わる人いるかもしれないですよね、うん、でも名前変えるのでもってどうなんだろうね、でもその人にすごいブランディング力があって、うん、まあ、ね、変えてもいいかも、僕はちょっとね変えられないな、私もは変えないですね、でその、うん、じゃあおすすめっていう本を言うならば、うん、北原さんのこれね、実はねこれおすすめと言いつつも、うんうんうん、実はですね、うん、もう今売ってないんですよ、あ、そうなんだ、で、ね、じゃあ本当にもういいなと思ってこれね、うん、ただ、うん、その今これ横浜ゴールドラッシュっていう本なんです、うん、これ、はい、そのさっき僕がお話ししてた、うん、北原照久さんが書かれた本、はい、もう北原さんはもう6、70冊くらい書いてるのかな、でそのうちの1冊なんですけど、北原さんがそのおもちゃのね、うん、20代の頃におもちゃの博物館を作りたいっていう夢を持った、はい、うんうん、でそれをみんなに言ったらお前バカじゃないかと、うん、そんなできるわけないじゃないかと、うん、おもちゃなんか博物館誰が行くかって言われたけども、うん、作りたいと思ったら、うん、30代の時におもちゃの博物館を横浜で作ることができた、でその時は1500万円借金して本当に縁もこれもない横浜の地で始めたんですよ、よくあの北原さんって大金持ちだからもともとなんて言うけど全然そんなことないんですよ、うん、はい、借金して縁もこれもない横浜でブリキのおもちゃ博物館を作った、でその時の経営も本当に最初からね、うん、順調じゃなくていろんなことがあったんだけども、うん、夢を語っていくうちにいろんな方からやっぱり声をかけられたりして、うん、はい、でそこからですね、まあ、いろんな、それから例えば何々が、うん、大きな家をね、うん、庭付きの大きな家が欲しいってずっと言ってたら、うん、やっぱりみんなからねドリームキラーの人たちからね、もういろいろ言われたら、いや俺は建てるんだ、そういう家を絶対持つんだと思ったら、うん、佐島にある元武田の宮家の別荘を実は手に入れることができて、うん、まさに自分が思っていた通りの家をね手に入れることができた、あとは、まあ、その誰々に会い、うん、吉永小百合さんに会いたい、加山雄三さんに会いたいという夢も叶った、でそういうことがですね、このずっと書かれてるわけですよ、うん、でこれを見ると、うん、その、まあ、非常にポジティブなんだけども、うん、こう勇気づけられるし、うん、俺も頑張ろうっていう気持ちになるんですよね、うん、この本をね、で僕はこの本すごく大好きなんですけども、実はこの本がもう今出てないので、その後横浜ゴールドラッシュ風雲編って言って、うん、北原さんが監修して鈴木茂さんという方が書いた本がこの間出たので、うん、それは小説風に書かれてるんですけど、非常にそれも面白い、ので、まあ、同じように読めるんですけどね、うん、僕はもう最初の頃のね、これが非常に北原さんが、まあ、何もないところからこう今の成功を収めたっていう、まあ、そういう本なんですけどね、うん、これをそのこれから例えば夢を叶えたい人とかね、うん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 、そういう人にこう読んでもらいたい本だなと思って、諦めずに、どういうふうにして夢が叶ったかっていうことも、うんうん、まあ、実は書いてあるんですけども、それをね、うん、ちょうどあれだね、鑑定団
鑑定団ってもう、長いんですよ、もうそんなになりますか、んそのぐらいだっけ、で1回も北原さんだけなんですよ、そのずっと出続けて1回も休めなく、なく でこれでなんかあの表彰されたとか言ってましたけどもね、すごいですね、もう そういう話もいろいろ書いてありますんでね、もうこれはおすすめ、まあ今これないので、うん、横浜ゴールドラッシュ風雲編っていうのが出てますね、それをね読んでいただきたいなと思いますね、はい、おすすめです、なるほど、ね、はい、でも逆にすごい人脈できてますね、人脈がすごい出てます、だから僕ね番組をしたっていうことですかね、そうこの番組始めた時、2010年の5月から始めたんですよ、ユーストリーム番組、メディカツ、全然人脈なかったのその時、本当なくて、ゲストはどういう方、ゲストは毎週毎週で、僕毎週やってるんですよ、すごいですよねこれもまた、そうで次のゲスト大体まあ最初のうちはちょっと友達なんかね、数人呼べたんだけど、そのうちにはたっと止まっちゃって来週誰が呼んだらいいのかと思って本当にゲストが決まらなくて、その週に、今日のゲストはこの方ですって言って僕が画面からはけて、また僕が入ってきて、自分がゲスト今日は僕ですみたいなね本当にそれね、いやそのぐらい人脈がなかったんですけども、まあ、あのたくさんの方ね、ゲストに来ていただくうちに、その方が、まあ、ちょっとこの人紹介するよとか言って、まあ、少しずつ、まあ、であとは交流会行ったりとか、今までそういうことしなかったのでね、それまで、であと北原さんに出会ったりとか、いうことでもう本当に人脈がバーンと広がりましたね、やっぱりでもあれだよね、その結構交流会とか今週そうですね、行かれたりするの、出版パーティーみたいなのとか、ね、そういう時にこう人との出会いってある、ね、そうですね、出会いありますね、結構やっぱそういう、 こうリアルでその対面するとか会うって大切ですよね、大切ですね、結局はリアルが、だよね、メインですね、その後はまあ、ね、ずっと会えないけど何かのやり取り、Facebook とかメールとかでしょうかね、そうだよね、あ、カイさんこんばんは、ありがとうございます、大分から、カイさんありがとうございます、ありがとうございます、遠いところから、はい、あこれサリーさんだね、ハッピーエク、あ、沖本さんハッピーエクにね、あ、はい、出演されたことがしました、ちょうどなんかクリスマスみたいな、金光サリーさんのハッピーエクスプレスという、はい、やっぱりユーストリーム番組ですね、はい、ね、あれもすごいいろんな方がね、ね、本当出てますよ、出てますよね、そうなんです、呼んでいただいて、なんかね、かぶり物をして、でかぶり物したの、ちょうどだからクリスマスだったのでかぶり物も持っていたんですよ、かぶり物っていうかなんか角みたいなやつ、これアーカイブのリンクですね、きっと見てくださいね、あ、本当だ、ちゃんと貼ってくださってますね、カイ、さん、北原さんのサクセスストーリーですね、そうなんですよ、これね、はい、読んでください、あ、出版する前に一番重要な思い出版する前に重要な思い、まあ僕ね、まだ一冊しか出してませんけれども、でしかもその出るかどうか分かんないっていう気持ちになった時もあったんですけどもね、でその僕が本屋さんに行って、あのやっぱりこうイメージしたじゃないですか、はい、ここに絶対本を並べるぞっていうね、はい、で結局その本を出すことによって、例えば今まで僕のことを知らなかった人が、いろんな日本中でこう知ってもらうことができるし、自分が伝えたかったことを、まあ知ってもらうことができるでしょう、だから出したかったわけですよ、だからその本当にそのなんて言うんだろう、こう出すっていう、こう出すぞっていう強い気持ちかな、僕はそれがすごく大切だったですね、でやっぱりダメかもしれないっていう思いもあったので、それがその本屋さんで、いやそれでも絶対出すんだってイメージをしたっていうその強い気持ちが、まあ、まず心の部分でね、マインドの部分で、まあ、それが大事かなと、あとね構成があるじゃないですか、初稿が来たりとか、で赤がこう、自分でこう入れたりするじゃないですか、で僕もそれ初めての作業だったけど、こんなんなんて来るじゃないですか、束ドーンって出版社から、でその時にね、僕は実はそのうちの家内、奥さんもがこうチェックしてくれたり、あ、そうなんですか、一緒にねしてくれたりして、夜遅くまで結構やったりしてたんですよ、だからそういう意味で僕の場合はね、そのなんかこう家族 の夢の一つでもあったっていうのもあったので、そういう意味で、僕一人の夢じゃなくてね、そういう夢を叶えるために頑張ろうっていう気持ちには、まあ、なりましたよね、うん、え、沖本さんどうなんですか、
やはりイメージですかね。重要なもイメージというか、これをこの書き上げた後にいろんな方が読んでくださった時のこう表情だったりとか、できた後のことをイメージする思いでしょうかね。その大変だ、大変なんですよね、書いてる時。大変なことばかりイメージすると大変になっちゃうので、これが皆さんにどういう影響を与えてどうなってくれると嬉しいかなとか、そんなことを思いながらやっていくうちに、こうなんていうの、例えば、うん、あの表紙がデザインが決まったりとかね、はい、うんうん、少しずつこう形になってくるうち、はい、喜びがやっぱりそこで出てくるじゃないですか。感動がその都度あるんですよ、ね、最初はね、どんな本なのか全くわからない形にならない、うんうん、でもそれが形になってて表紙ができて、うん、で、構成して、うん、で最初にできてきた本を自分で手に取った時の喜び、うんはい、うん、感動ですよね、買い難いっていうかね、すごい感動がある、ね、うん、じーんと、うん、あれは何とも言えないですよ ね。だからやっぱりそういう感動を味わってもらいたいと思うし、うんうん、まあ、大変ですけどもね、まあ、特に今ね大変中です。大変なんですよ今 ね、うん、ね、この方は北原さんの話は彼の出会いという本で、あ、出会いという本ありますね、はい、私も持ってます。このどの人ですか、お供明弘、大友明弘さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、読んでくれたんですね、ありがとうございます。北原さんのね、サリさん、クリスマスのプレゼントをいただきました。あ、あの些細なものですね、はい、ありがとうございます。まあだから、この出口さんって方、これが出版されるのかな。そうなんですね、なんかそういう感じで聞いてますけどね、うんうん、頑張ってくださいね、うん、はい、最初大変だから余計その感動、喜びがあるんですよ ね。でもさ、今何冊出されてるんだよ、3冊そうですね、国内3冊、海外1冊だけど、まあ、国内版が海外になってるだけなんですよ。そうするとどうなの、僕はまだ1冊しか出してないけど、うん、はい、3冊ぐらい出す、ね、4冊出されると、うんうんうん、やっぱり慣れてくるもんですか。慣れない。慣れないんだ。あの、初めてだと思ってくださいって必ず言うんですよ。分かんないので、うん、その専門用語使われても、あとその出版社とか編集者によって多分やり方違うと思うので、あの、うん、初めての人だと思って扱っていただけるといいなというぐらい、初めてですね、どれも、ね、はい、そういう難しいんです。そうなんですよね、本当ね、はい、うん、たくさん、ね、出されてもやっぱりなかなかね、うんうん、あ、来たよ、清美さん、沖本さん、水越さん、参上いたしました。オーストラリアね、ゴールドコースト、ありがとうございます、はい、清美さん。さすがですね。あと、清美さんとは、そうそう、出たことあるんですよ、あの、あ、そうなんですか。バトルをしました。バトルしたの。へぇ、あの、清美さんの番組ね。はい。へぇ、あ、出口さん、出口さんね、マインドとイメージですね、なるほど、ありがとうございます、はい、感動味わいたいです、感動味わいましょう、感動もう ね、あ、そういえば清美さんも電子書籍を、うん、この間、そうそう、出されたんですよ ね、僕出版のパーティー行かせていただきましたけど ね、すごいですよね、あのね、本当清美さんもね、いろいろあるんで、この人は本当奇跡を起こしますからね、清美さんは本当ね、うん、興味深いテーマですって何ですか、マッカイさんのコメント、ね、はい、マッカイさん、とにかくあのご自身の電子書籍のリンク貼ってくださいよ、そうそう、ね、みんなに読んでもらいたいじゃないですか、はい、ね、清美さんの話を非常に皆さんに、ね、うん、知っていただきたい、なんかすごい方がどんどん書いてくださって、ね、嬉しいです、嬉しいですよね、さすが水越さん、ね、人脈ここにボワーっと入っている、沖本さんの番組は本当これからね盛り上がりますよ、もうだって僕毎回やっぱり著者さんの話って、はい、ほら自分とか、まあ、何人かしてても、うん、みんなどういうふうにしてるのかなって、うん、そうなんですよね、わからないです、知りたいよね、知りたいですよね、え、例えばね、沖本さんがこれから、まあ、いろんな方会ってみたいと思うけど、はい、特に、うん、こうその本当に夢だなっていうような人っているのかな。そうですね、やはりその本を、ま、前はその毎月のように出された方と思ったんですけど、結構出会うんですよ、毎月出してる人、毎月のように出してる方と出会うと、もうこれ人間じゃないなと思うんですね、この一冊が大変なのに、ね、で前はそういう方に会いたいと思ってたんですけど、うん、実際にお会いすると今度はちょっと望みがミーハーなので、ちょっと全然もう会えないような方々ですかね。会えます、いますかね、あのミーハーなので、あのね、著者というより芸能人ですね。例えばめちゃめちゃ大好きな人なんで、あの著者でもないんですよ、うん、でも多分あの
タレント、俳優、アクション俳優とか海外に出ている方。海外？海外に日本人で？日本人なんだけど、もう今海外の方に行かれている。真田さんじゃないでしょ。めちゃくちゃ大ファンなんです。かっこいいよね。はい、あのかっこいいよ。あの唯一その方の前で話せないっていう人は真田さんだけです。あの何度かあのそういうイベントで会ったっていうか、その私広島なんですけど、うん、広島でまあキャンペーンで来られていて、偶然なんですけどそのイベント会場の外で目の前にダメなんですよ、声かけられない。あとはずうずうしく誰でも行けるんですね。行けませんでした。友達がそこだから、そこだから写真撮ったらとか言うんだけど、あの、ね、ルーリーが唯一声をかけれない、ね、人が真田広之さんね。すいませんね、あの僕真田さんちょっと全然違う、本当申し訳ないなと思いますけど、あのね、でもね、こういうふうにやっぱりね言うこと大切ですよ。はい、いつかね、いつか真田さん出てもらいましょうよ。40年50年後に会えるかも。いやいや、そうもないですよ。だって僕だって岩崎宏美さんに会いたいって言って、そうですよね、このね200回の2年あ4年のうちに会えましたから。じゃあずっと毎回連呼しとこう。いや本当本当ね、だって真田さんと近い人がこれを見てて、そうですね、あれ、お父さん真田さん好きなんだ、ちょっと連絡しようかなって。でも番組にならないかも。え話せない。その時はあの僕はあのちょっと助けに来ますか。もうね、離れてるかも、近くにはいけないんですよ。面白いな、面白いな。出口さんがね、マインドとイメージですね。なるほど、ありがとうございます。感動味わいタイトルで、あ、これ言ったか。清美さんの5本、めちゃくちゃ面白かったです。サリーさん、ね。早速。清美さん、沖本さんに最後に、ボコボコにされました。鮮やかすぎる最後の10秒、すごいです。裏技でってことね。はい、あのディスカッションディベートしたんですよ。へー、それでボコボコにしてしまいました。あ、すごいね。第2回やりましょうってね言ってますけどね。鳥海さん、清美さんとリリコさんのバトル迫力ありましたって。本当はあったんだよこれね。あ、沖本さん、ラブリー真田広之さんインラブ。いいですね。かわいいって言ってますよ、このリアクションが。いいですね。あ、ほらほら、この方も、名古屋の方も、かわいいって言ってますよ。これぜひね、はい、実現してほしいですよね。と言ってるうちに、だんだん時間になってる、うん、はい。あ、もう時間過ぎました ね、早いですね。はい、だから1時間必要でしょ。うそうですね、最初の番組30分の予定だった。30分ってね、沖本さん言ってたから、もう無理無理、30分あっという間って僕言ったの。いや、うちだからと思ったんです、ね、1時間しましょう。大体ね、言うと、僕、自分 TV でセミナーやると、うん、どのぐらいの時間やりますかって言って、皆さん大体。30分喋ることないから30分かなって言うんですけど、うんうん、はい、あっという間ですから。そうですね、はい、早いですね。ということで今日は、まあ、第1回ね、第1回ということで、あの水越さんもうプロ中のプロのこういうね、ユースト番組のゲストとしてはもう本当に華々しく来ていただいてありがたいことでした。ありがとうございます。本当に呼んでいただいて光栄でございます。ね、この番組始まる前にもうね、急に画面映らなくなったりとかね、大変だったんですけど、もう慌て慌てで、もうお焦りでしたということで、すごい助かりました。いや、でもなんとかできてよかったですね。本当によかったです。で、あと皆さんにもなんか支えられてね、ここにいっぱいコメントが出て、ソーシャルストリームたくさん皆さんコメントね、本当ありがとうございます。嬉しいですね。ね、ありがたい、ありがたいです。ぜひね、ここにコメント書いてくださった方もここに来ていただけると嬉しいですね。そうですね、はい。あとギャラリーもね、うんうん、もうどんどん来ていただきたいです ね、見ていただきたいですね、ここに、はい、これね、はい、はい、と思ってます。はい、はい、ということで今日はあのこのね、第1回なんていうのかな、自分で出した本について語っていただくことと、はい、またあとおすすめ本、それから思い出、はい、つまり自分に影響を与えた本、はい、ということをメインでお話ししていただきました。はいはい、で次回の方も紹介しとかないといけないんですよ ね。 あ、そうですね、はい、そうそうそう、実は次回いらっしゃる方は5月12日、はい、儲かる、これ見えるかな、はい、儲かる会社88の鉄則の中丸秀明さんなんです。はい、ちょうど本出されたばかりだし、結構ね、この儲かっているこの文字が気に入られている。これ一冊目の、あの強調があるみたいですけどね。本当、僕これ本出される時の出版のあれに、はい、あのなんていうの、あの言ってたんですよ、プレゼンみたいな。そう、あ、そうなんですか。その時僕見てたんで、あ、そうなんだ、僕すごく嬉しいですね。はい、これ結構なんか今評判いいみたいですよ。あ、もう終わりかけに来ましたよ。山口智子さん、ありがとう。彼女にもね、
も出ていただくんですよ。ももちゃん、あ、そうだよね、ももちゃん、ありがとう。はい、ありがとうございます。パソコンの調子が悪くてコメントできませんでしたって。あ、でも嬉しい、ありがとうね、ありがとうございます。はい、はい、ね、ということで5月12日もぜひ、はい、今度は隔週ですから5月12日になりますね、はい、第2と第4の8時から全集合ということで、はいはい、あ、これは番組は全集合じゃなくてね、ルーリノーベアという番組です。全集合してください、はい、本当に今日はなんかね、いっぱいお話いただいて、いや、本当なんか楽しかったです。私も楽しかったです。1時間じゃ短いすぎるぐらい ね、 ね、うん、この続編っていう感じでやりたいぐらいですよ ね、 はい、はい、はい、これからもルーリーのお部屋ね、著者の本棚の皆さん、はい、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。まあ、あのいろんな事故はあると思いますが、それも楽しみにしていただけるといいですよね。はい、ということでまた次回も楽しんでいただければ嬉しいです、うん、はい、今日は本当にありがとうございました。いや、どうもありがとうございました、ね、本当に、ね、楽しかったです。いた、はい、ということで、じゃあ最後の、あのちょっと告知していい？はい、ぜひぜひしてくださいよ。僕ね、うん、今、まあ、沖本さんも僕のセミナーを受けてくださったんですね、うんうん、自分 TV、 個人テレビ局自分 TV、 ビジネスで加速するセミナー、うんうん、でそれをですね、今、5月は15日、うん、はい、の、木、5月木曜日ですね。そうですね、うん、あ、そうですか、あ、そう、5月15日の木曜日14時から原宿でやりますので、うん、はい、自分 TV、 個人テレビ自分 TV で検索していただきますとね、うん、出てきますんで、ぜひですね、はい、こういう番組自分でもやってみたいなと思われた方はですね、うん、はい、ぜひ、セミナー受けてみてください。毎月やってますので、よろしくお願いします、はい、すごくいいですよ。私はもうおすすめです。ありがとうございます。楽しいし分かりやすいです。ありがとうございます。で、こういう番組を始めるきっかけになりますからね。はい、いいですね。ありがとうございます。ぜひ5月15日木曜日、はい、お申し込み来てください、はい、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。はい、じゃあ今日はこれで終わりと一応させていただきます。はい、はい、ではルーリーの大部屋著者の本棚、こっちだった。ちょっとね、これね、毎回やるんですよね、最後。そうです。ちょっと練習してほしいですか。はい、はい。ルーリーの大部屋、著者の本棚。ありがとうございました。ありがとうございました。また、音楽は今度はつきます。ね、はい、12日だっけ、今度。はい、5月12日。じゃあ見てくださいね。見てください。はい、本当に皆さんありがとうございました。たくさんのコメントありがとうございました。ありがとうございました。嬉しいな。はい、はい、メモメモ、はい、うん、うん、いろいろやってくださってますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあさよなら。さよなら。じゃあ、ね、また、はい、どうも。いっぱいディベートのあのリンクをされてこれもね、もう顔怖く喋ってるんですよね私楽しみ、それもね、はい、いろんな思いでぜひぜひ。